センス本当ですか。アヤネルはね流行ったんですけど、さくらのあだ名そうかノムなんだ。そうなんですよ。あの時夢食いメリーって作品がありまして、アヤネルが主演で、あとメインキャラクターがカヤノさんいたんですけど、カヤノさんにはカーヤって言ったんですよ。さくらさんには寝るのが好きっていうかアヤネルだねって言ったんですけど、カーヤは全く流行らなかったですね。だって聞いたことない聞いたことない何も流行らなかったですね。アヤネルは流行りましたね。なんか定着してるんだよ。そうなんですよ、うん。